串川村は沖縄県の久米島にあった村である。中里村への通勤率は12.7%。久米島の西半分と伊王鳥島からなる。なお、伊王鳥島は沖縄県最北端の無人島で鹿児島県徳之島の西に位置し、久米島からは遠く離れている。琉球王国時代の17世紀から長年、西半分を具志川、 東半分を中里と分かれており、復帰後に、隣村の中里村との合併話があったものの、合併後の新庁舎の位置をめぐり一時は頓挫。そして1990年代に入り、再び両村合併が再浮上し、ようやく2002年4月1日に中里村と合併し、久米島町が誕生。串川紛れから300年以上、1908年に、 村瀬市港以来九十四年続いた、ぐし村が消滅した。道路路線バス九百六十八年に、沖縄本島中部の中上郡ぐし村が、ぐし市に昇格するまで、同米のぐし村が久米島と本島の二カ所に存在していた。そのため郵便物などを送るときや住所を書くときは、久米島のぐし村は、久米島ぐし村、または、島尻郡ぐし村。 本島の串川村へは、中上郡串川村と書いた。1976年に出版した、郷土史も表題が、久米島串川村史とされている。本島の串川村が、市政志向して、串川史となった後は、久米島や、島尻郡と書く必要はなくなったが、久米島以外で、串川といえば、中部の串川を指すことが多々ある。 特に中里村との合併で久米島町となって以降は当該で串川という場合に久米島西部の串川を指すことは少なくなった。一方、本島の串川は石川市などと合併してうるま市となって以降も同市に大技として現存しており市の中心部を指す地名としてよく使われている。ありがとうございます。